つくば市は茨城県南部に位置する市である。学術研究都市としてのつくば研究学園都市は、つくば市全域を区域とする。業務各都市、国際会議観光都市に指定されている。農村が広がっていた地域であったが、1960年代からつくば研究学園都市として開発が進み、現在は日本国内最大の学術都市となっている。国や 県の制作により、1987年、昭和62年に、筑波郡や田部町、大保町、豊里町、新張郡桜村の3町1村が、新設合併し、筑波市が誕生した。さらに1988年、昭和63年に、筑波郡筑波町、2002年、平成14年に、稲敷郡久木崎町を編入し、現在の地域になった。そのため、 行政上の地区名として、旧町村域に対応する、八田部、大穂、豊とと、桜、つくば、茎崎が使用されている。地域には、多数の研究機関が立地しているほか、市の北端に、日本百名山のつくば山を用しており、観光地になっている。また、2005年、平成17年に、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが開業し、 市中心部より最短45分で東京都心と結ばれている。筑波市は東京都心から約5 0トル、成田国際空港から約4 0トルに位置する。市を代表する観光地である筑波山は市北部に位置する。筑波山周辺を除き関東平野の一部であり、筑波大地や稲敷大地と呼ばれる標高2 0ル、 標高30メートルの平坦な地形であり、関東ローム層に覆われている。また、つくば市の9月の標高は4月の標高より2センチメートル低くなるが、市内にある国土地理院の研究によると、5月から8月に田植え用の大量の地下水を汲み上げるためである。平野部である市内、長峰、高層気象台にある観測点、つくば、縦野における1981年。 昭和56年から2010年、平成22年の平年値によると、年平均気温は、摂氏13.8度、年間降水量は1282.9ミ、mm、リメートルで、ある。太平洋側気候に属するが、内陸性で、年間の寒暖の差、1日のうちの気温差が大きい。冬は、1月から2月には最低気温が低く、 摂氏5度から低摂氏8度くらいまで下がることもあり、1952年、昭和27年2月5日には、最低気温摂氏17.0度を観測している。また、当市を含む地方の季節風は、つくばおろし、つくばおろしとの異名があるが、当市の規制とはあまり関係がない。降雪は、比較的、少なく、20センチメートルを超える積雪の年は1971年。 昭和46年以降はず4回であり、観測史上最新積雪は27センチメートルで1936年、昭和11年2月5日まで遡る。一方、夏は蒸し暑く、猛暑日になることもある。1996年、平成8年8月15日には最高気温摂氏37.8度を観測した。また、山間部でも標高が、それほど、 高くないため平信とは数度程度の下げあり、市内最高峰の筑波山、女体山でもわずか877メートルなので、秘書にはならない。市街地ではヒートアイランド現象が発生しており、蓄区園、東、荒井の気温が最も高く、東、二宮がこれらに次ぐ。冬の早朝の測定結果によれば、蓄区園、東、荒井の気温は、 郊外部に比べ摂氏4度も高くなっている。市のシンボル的存在である、筑波山にちなんだ名称である。筑波、筑波の語源については、筑波山3名の由来を参照。市名の命名者は、当時の県知事である、竹内不雄で、県内初のひらがな市名であった。竹内は、漢字表記の筑波市にすると、筑前国、筑後国のように、筑を、 地区と孤独される恐れがあることや、ひらがなの方がシンプルで現代的であるとして、つくば市を推し、合併する予定の四町村、つくば郡や田部町、大保町、豊里町、新張郡桜村にもその意向が伝えられていた。1987年、昭和62年10月26日に、土浦市で開かれた第一回合併協議会の2番目の議題として氏名が討議され、 つくば学園市や新つくば市などの候補も出されたが、結局、つくば市で決着した。市内には、国や大手企業の研究拠点が多数存在し、約300に及ぶ研究機関、企業と2185人の研究者を要し、このうち日本人の博士号取得者は7215人に達する。外国からの研究者や留学生が多く、 外国人登録者数は133カ国7565人に及び総人口の約3.5%を占める。研究者や大学生が数多く住んでいるため、転勤や入学、卒業に伴って毎年3月末の人口が低く減少し、4月に元に戻る減少が発生する。2015年、平成27年現在の人口は約23万人である。 この結果、日立市を抜いて県内2位の人口となっている。市工事特例市としては人口増加率が1.3%で全国一致である。平均寿命は男性79.2歳、女性86.2歳である。市の中央部に位置するセンター地区と呼ばれる地区。現在の筑波駅周辺は筑波研究学園都市建設の一環で1980年代に筑波 センタービルを核として計画造成された市街地で同都市の中をなし事実上の本市の中心地でもある。5番の目のような格子状の道路網の中につくばクレオスクエアをはじめとするショッピングセンター、つくば国際会議場などの公共施設やライトオン、つくば銀行など民間企業の業務拠点が集積していい。また地中には 総延長約 7.4km の共同校が埋め込まれ、上水道管、地域冷暖房配管、廃棄物運搬用真空囚人管、電力線、電話線、ケーブルテレビ、アクセス線などが収容され、これらの工事の際に道路を掘り返す必要がないように配慮されている。合併により誕生した市であり、合併前の旧町村の中心を成していたやたべ、工場などの 各規制市街地はいずれも本市の中心にはならなかった。一方、市役所庁舎は長らく旧町村ごとの分散庁舎体制を取りつつも、その代表的な庁舎は矢田部に置かれていたが、2010年、研究学園地区、研究学園駅周辺の現庁舎に集約移転した。百八十七年、昭和十二年十一月三十日に、筑波郡矢田部町、 大保町、豊里町、新張郡桜村の3町1村が新設合併し、人口約11万人のつくば市が誕生。むつ市、いわき市、海老の市に次ぐ日本で4番目のひらがな表記の市となった。また、合併当時、桜村は人口4万人町で、単独市政は不可能であったものの、日本で一番人口の多い村であり、4町村中人口が、 最も多かった。市外局番も0298に統一した。つくば市には、つくば市役所及び6つの窓口センターがある。詳しくは、つくば市役所を参照。つくば市は、産業支援事業、誘客、定住促進のための情報発信 PR 事業を柱とする事業を行うため、つくばエクスプレス沿線である秋葉原に、つくば市東京事務所を設置していた。 平成20年度の決算、2008年4月から2009年3月までの時点で、財政基盤の強弱を示す、財政力指数は1.12、財政構造の弾力性を示す、経常収支比率は89.4%、将来財政を圧迫する、可能性の度合いを示す指標である将来負担比率は100.4%、財政の柔軟性を示す、 実質交際比比率は13.6%である。人口増加などにより財政力指数が高めである一方、将来負担比率や実質交際比比率が県内市町村平均を上回るなど大規模事業の推進による財政負担も大きくなっている。2005年、平成17年の国勢調査において人口が20万人を突破したことから特例市以降を検討。 2006年、平成18年6月の定例市議会において、指定申し出議案を可決、同年12月に閣議決定し、2007年、平成19年4月1日に特例市に移行した。関東地方では13番目、県内では2番目の特例市であった。2011年、平成23年3月25日につくば、モビリティロボット受験特区の認定を受け、 日本で初めて登場型モビリティロボットの行動実験が可能になった。つくば市の就業者のうち、第一次産業従事者は3133人、第二次産業従事者は17268人、第三次産業従事者は69190人である。研究学園地区以外では農業も行われており、特につくば山陸で収穫される。 工場米は昭和初期に皇室への献上米になるなど高級米として知られる。また畑面積の約3分の1を占める芝は日本一の作付け面積2245ヘクタールを誇る。近年では摘取り園式のブルーベリー栽培が行われるなど新しい形の農業にも取り組んでいる。つくば市及び東京都小平市、山梨県北斗市が 日本三大ブルーベリーの地とされる。またザーサイの栽培が行われ、有名中華料理店などに出荷されたり、たまりつけとして加工されている。つくば市では、JA つくば市と JA つくば市や田部の二つの農業、共同組合が事業を展開する。つくばエクスプレスの開通に伴い、都内や近県からのつくば山への観光客が増加している。また、市内にはパン屋が多く、 2004年、平成16年より、パンの町筑波として、進行を図っている。国立私立、筑波市立中学校卒業生のうち、市内の県立高校へ進学する割合は、例年3割程度である。市内に所在した県立上里高等学校は、2009年度、平成21年度以降の新入生募集を停止。2011年、 平成23年3月31日に、県立石毛高等学校、上層市と統合し、県立石毛司法高等学校、旧石毛高校の敷地となった。また、県立並木高等学校は、中等教育学校への移行に伴い、2011年度、平成23年度より、生徒募集を停止し、2013年、平成25年3月に閉校した。 つくば市は2012年平成24年4月より市内全小中学校で小中一貫教育を開始、一中学校の学区と学区内の小学校を一つの学園と定めた。並行した中学校、小野川小学校を除いたつくば市立小学校は小学校の学区が複数の中学校の学区にまたがることなく定められている。並行した 小学校、私立。かつては、筑波鉄道筑波線が、旧筑波町を走っていたが、1987年、昭和62年3月31日に廃止された。現在、跡地は、サイクリングロード、茨城県道501号桜川土浦自転車、道線、愛称筑波林林、ロドとなっている。また、 1970年代から1990年代にかけての学園都市の建設に伴い、東京都などから転居者が増加し、2005年、平成17年に、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが開通。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス沿線では、つくばスタイルの名の下で、沿線開発が行われている。JTB 時刻表による市の代表駅は、つくば駅であるが、 市役所の最寄り駅は、研究学園駅である。関東鉄道、関鉄パープルバス JR バス関東によりつくば、エクスプレス、JR 常磐線、関東鉄道上層線の各駅を結ぶ路線がある。ほか、つくば登山に便利な、つくばシャトルや、市内の研究施設をめぐる、つくばサイエンスツアーバスといった、観光路線も運行されている。また、市が企画し、 関東鉄道が運行するコミュニティバス、つくバスが交通不便地域をカバーしている。さらに、隣接する筑西市及び桜川市が企画し、関鉄パープルバスが運行する広域連携バスがつくば市内に乗り入れてつくバスに接続することで、茨城県西部とつくば市及びつくば経由による東京方と茨城県西部の交通の便を確保している。主なバスターミナルは、 つくば駅に隣接する、つくばセンターやつくば山のふもとのつくば山口などである。ところで、市内には長い名前のバス停留所がいくつか存在する。これは、停留所名に、最寄りの研究機関の名称を漏らさず、盛り込んだり、研究機関の名前自体が長いためである。例として、山荘県つくば東事業所つくば研究支援センター、入り口、24文字や、 つくば大学かすエリア、つくば学院大学、16文字がある。自転車歩行者専用道路である、ペデストリアンデッキ、略称、遊歩道、ペデが設置されている。赤塚公園から、つくばセンターを経て、つくば大学に南北に繋がる、つくば公園通り、約 5km と、センター地区及びその周辺における約 43km がある。つくば市は、 北部の筑波山麓を除いて大部分が平野であり、1980年代頃までに学園都市として幹線道路整備が行われた。日本の道百選にも選ばれた学園東大通りをはじめとして計画的に整備された大通りが複数存在する。広範囲に分散する研究所の移動手段や通勤手段に自動車が使われることが多く、 人口に対して交通量が多くなっている。2010年、平成22年現在、一世帯あたりの自動車、保有台数は1.7台である。市では、自転車のちつく波と位置づけて、市民の積極的な自転車利用を呼びかけている。市内中心部においては、土浦学園線及び、学園東大通り、学園西大通り、学園南大通り、学園北大通りの、各 大通りが道路網の中核をなす。それぞれ4から6車線が確保されているが、交通量の増加、つくばエクスプレスの開通に伴い中心部では近年、渋滞が目立ち始めている。このため、つく数の導入や駐車場の立体化に取り組んでいる。国道354号は2車線であるが、大規模ショッピングモール等が出展した影響で、市内有数の渋滞箇所となっている。 高速道路は、常磐自動車道が、市の南部から東部へ走っており、八田部 IC、桜土浦 IC の2つのインターチェンジが存在する。市内では、首都圏中央連絡自動車道、県央道の建設が進められており、常磐道東側に、筑波牛久 IC が開通し、2010年、平成22年4月24日には、筑波中央 IC までの区間が供用された。 国際科学技術博覧会の計画策定以前の1972年、昭和47年頃から、筑波研究学園都市と常磐線を結ぶ、新交通システムが検討されていた、日本モノレール協会市、モノレール1979年、昭和54年6月号、筑波研究学園都市の交通計画には、荒川沖気候エネルギーと土浦駅、 バスセンターの2系統が掲載されている。1978年、昭和53年度予算要求において、交通需要の比較的多いと思われる、筑波大学の北側から放出地区を通り、土浦駅に至る 14.6km の L 字型部分について予算要求を行い、筑波大学附属病院から放出、 バスセンターに至る 1.5km の区間が事業採択された建設省の予算がついた。しかしながら、その後検討を進める中で、採算性に問題があることが判明し、事業中止された。なお、土浦ニューウェイ及びつくば花室トンネルは、新交通システムとしての事業中止後に道路として建設されたものであるが、将来的に交通量が増加した際に、新交通システム、 神戸のポートラナー、横浜のシーサイドラインの計画を参考に4両編成を想定に転用しうるよう設計されている。つくば市は県内第二の観光都市である。2007年度は約380万3000人が訪れた。特に近年はつくばエクスプレスの開通により東京からのアクセスが向上したため観光客数は増加している。つくば市は 市役所内にフィルムコミッション室、つくばフィルムコミッションを設けて、テレビや映画の撮影誘致活動を行っている。つくば市のロケ地としての利点は、東京都心から比較的近距離であること、研究所などにデザイン的に優れた前衛的な建物があること、学術、研究都市として計画的に整備された、理路整然とした街があること、手付け数の自然があることを挙げることができる。 スーパー戦隊、仮面ライダーシリーズ等の特撮番組のロケ地としても有名である。また、つくば市を舞台とした作品も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。